つい数十分前に殺してトランクに詰めた運転手の男が後部座席に座っているわけですからね。驚きましたよ。まあ、私も元タクシー運転手ですから、実体験も含めてタクシーにまつわる怖い話は知ってましたよ。でも、タクシー強盗殺人犯が語るタクシーの怖い話というのはなかなかレアでしょう。まさかそんな怪談話が聞けるとはな。それにしてもあなたは何でしたっけ？ただの探偵だよ。ははっ、人殺しの私が言うのもなんですけど、見つかるといいですね。あなたを殺した犯人とあなたの記憶が。おっと、もう時間ですね。ではまた。